ッカー作戦は一応の成果を上げたと本部は考えている。カノイールがシールドを貼った映像が撮れたため、サーバールームへの侵入を企てたという証拠になる。この動画だけでも指紋に対して優位に立つ証拠になるだろう。はい。だがカノイールはジリリウムが野放しになっている状況はまずい。指紋に真実が漏れる可能性がある。本来あの場で消去すべきだったが、今は有害。何としてもネロはサーバーへ戻さねばならん。そこで我々は新たな作戦を立てた。欺瞞情報を与えてクラケット博士に協力してもらう。カノイールらが向かった場所までクラケット博士に誘導してもらう。見つけ次第全員を拘束。ネロは戻し、カノイールは消去。そしてジリリウムと博士の身柄は我々の監視下に置く。言うなさる工事は元の方針通り再教育だ。準備は整えてある。博士を味方につけるため、まずは言うなさる工事に協力させろ。以上だ。質問は？いえ。コード188、作戦了解しました。作戦要項はトロンにて把握します。カノイール公女たちのやろうとしていることは、この星を壊しかねないの。そんな、カノさんはそんなことしません。ううん、イオン。彼女はネロと一緒にいるわ。それにジリリウムとも。ジリリウムはこのジェノ未来で働いていた研究者よ。ただ当時はまだ助手のレベルで、プラズマも天文もノーマークだった。それがあだになったわ。彼女はしたたかに力をつけて、今や世界で最も危険な人物になってる。カノイール公女にそんな意図がなくとも、どんな予想外の事態が起こるかわからないの。それでもカノーさんは。うん、分かってる。私は分かってるよ、イオン。カノイール公女はジリリウムに利用されてるだけだと思う。カノーさんは自分の秘密とか皇位継承の儀に隠された不正を暴くためにここまで来たんです。そういうのも全部仕組まれてたことだって言うんですか。その通りよ。カノイール公女は呼ばれた、導かれた。ここへ来るためにいろいろな人間が関わってきたはずだけど、それらは全部ある一つの意志によるものよ。それはネロよ。ネロはおそらくずっと以前からジリリウムと結託してたのよ。ネプトロによってその一部を解放されたネロは、トロンネットワークを通じて状況を動かし始めた。人間をコントロールするようなことまでしてね。フォーシーズンでターボーの体が乗っ取られてジルさんについていっちゃった時みたいに。そう。アルメティカでも多くの市民が操られたわ。おそらくネロはカノイール公女の動きにも関わっているはず。心当たりはない？アルメティカでターボーは図書館の場所を知ってて、私とカノーさんを案内してくれて、でも後になったらそのことを全然覚えてなくて。間違いないわ。それもネロの仕業。そんな。ネロもジリリウムも身勝手な目的を果たそうとしてる。イオン、お願い、力を貸して。クラケット博士にこのことを理解してもらうために。ネロが解放されてプラズマも平静ではいられんようだな。この騒ぎに乗ってイオナサルを助け出せればいいんだけど。テレフン剣、イオナサルの居場所は探れてる？キュッ。あの中か。やはり警備がおるな。迷っている場合じゃないです。突破しましょう。そうは言っても、こんなこともあろうかと護身用の歌魔法をいくつか紡いであります。
なんだと？人型になって初めて紡いだ歌魔法だから大して強いものじゃないと思いますけど、役に立つかと。それにしてもトロンなしで歌魔法を作るのって不思議な感覚。欲しい歌魔法を欲しい時に好きなだけ紡げるなんて。ひゅー、これが誰にでもできてしまうんだとしたら、確かに世界にとって危険なことかもしれない。紡いでいる間も妙な感じで。一番近い表現は自作自演かな。キュキュ、お、サワディよ、浮かれるのは構わないが、力のコントロールには気をつけるんだぞ。通常歌魔法はジェノムかシェルノトロンが術者の H 波の見える範囲、すなわち同調可能精神レベルの中で発動する。すなわち最低限の活動を保てるエネルギーを残しておけるのだ。だが人型の場合は自分の深層意識の隅々まで把握できてしまう。潜在エネルギーを全て扱えてしまうのだ。そしてそれを自分の裁量で使い切ってしまうことも。くれぐれも力加減を間違えんようにな。わかりました。キュー、わかった、行くよ。キュキュー、ジェノム捕まえろ。 Qtes is Aes Numu Au Heitao Zebdu Zui。 いかんサーリー。えへい、あー、しまった、かすっただけだ。無事か。ああ、俺はいい。捕まろう。言わんこっちゃない。力を使いすぎだ。大丈夫。もう一発。よすんだ。サーリー。ええー。うわあ。応援を。ダメだ、もう一人まだ。サーリーサーリーサーリー、トリフン君、倒れた奴から鍵を。キュッキュッ、そこまでだ。やれやれ、の終わりか。キュまったくバカモンが、あれほど気をつけろと言ったのに。やっぱり無茶でしたね。良いか、君は私の娘のようなものなんだ。心配かけさせんでくれ。ごめんなさい。うん。お前は博士。今度こそ私を消す気だな。そうだろう、私はもう逃げも隠れもせん。いろいろと知りすぎておるからな。覚悟はできてる。しかしこの子はサーリだけは自由にしてやってくれ。子供にまで手をかけるようなことだけは。クラケット博士、どうか私の話を。ん？その子にも博士にも危害を加えるつもりはありません。我々は博士の力をお借りしたいのです。なんだと？どの口が言っておるのだ、面白いぞ。私は天文に力など貸さん。分かりきっておるはずだ。天文のためではありません、この世界のためです。クラケットさん、話だけでも聞いてください。ん？イオナザル。キュッキュー、イオナザル無事？
ごめんね、サーリちゃん。私だけ捕まっちゃった後、レナルルさんと一緒にいて。何もされてないね。大丈夫。それでね、レナルルさんのお話をいっぱい聞いて、クラゲットさんにもサーリちゃんにも知ってほしいって思って。イオナサル？よかろう。イオナサルがそこまで言うなら聞くだけは聞こう。ありがとうございます、博士。これからお話しすることは天文地文関係なく世界の存亡に関わることです。このジェノ未来研究所はロストテクノロジーの塊。我々プラズマといえども十分な力が発揮できません。現在迫っている危機にはここを率いていた博士の力がどうしても必要なのです。もっと詳しく話してくれ。まずネロとジリリウムはかなり早い段階から結託していたと思われます。なぜこの二人が結びついたのか、その理由がわからなかったのですが、ここでの調査中にそれが判明しました。ネロを返そうというのだろう。カノイールを歌姫として。それだけではありません。ジルもあちらの世界に向かおうというのです。なんだと？さらにもう一人、ウンドゥ・クインクウェイムも。ウンドゥ？ウンドゥと言ったか。あいつ生きておったのか。ウンドゥはネロの心の中に拘束されていました。ジルの目的は彼と結ばれること。おそらく永遠に。駆け落ちってわけか。大人の考えることそれ。そんな話信用すると思うか。証拠もなく話だけでは何の説得力もない。博士、これを。ん？これはタイプライター文書か。この文書はまさか。博士ならご存知でしょう。昔ジェノ未来研究所の極秘文書に使われていた暗号文です。我々はこの暗号文を解読しました。ネロとジルはタイプライターを使いこの暗号文で更新していたのです。確かにこの暗号文には先ほどの話の内容が書かれている。ジルには分かっていたんです。この世界でウンドゥと幸せに暮らす術はもうないと。だからネロの元いた世界にウンドゥとの安寧を求めている。狂っておる。馬鹿げたことだ。そんなことをしたらこのラシーラは。そう、理論上ほぼ全ての物質と質量が移動のエネルギーに変換されてしまう。万一かろうじてこの付近が残っても重力バランスが崩れ軌道が狂って一気にベゼルへと落下する。公転軌道に致命的な影響を与えずに七軸移動させられるのは一人だけだ。私の計算に間違いはない。破滅だ。だから何としても食い止めねばなりません。博士が天文の方針に反対しているのは分かっていますが、今はラシエラの命運がかかっている。博士の知識がどうしても必要です。ぜひお力を。分かった、協力しよう。クラケットさん、ありがとうございます。だが約束してほしい。ネロとジリリウムを止めることができたらイオナサルはもちろんサーリも自由にしてやってくれ。サーリは私の唯一の肉親とも言える存在なのだ。博士。わかりました。最大限のことをお約束します。よかった。カノイールもウンドゥも揃って奴らに迷いはもうないはずだ。行く先は一つ、行き場だ。急ごう、時間がないぞ。
ベナルルさんに協力してサーリちゃんやクラケットさんとお話しした時のことを思い出したよ。それは分かってる。うん、分かってなかった。嫌だよ。怖い。昔の私は知らないのに、今の私は知ってて。でも、だからって今の私が何かできるわけじゃなくて、どうにかしたいのに、どうしようもなくて。こんなことなら、記憶なんて、取り戻さなければよかったのに。あ、ごめんなさい。私今、あなたにすごく悪いこと言ったよね。せっかく、私の記憶を取り戻してくれてるのに、いつもこうして一緒にいてくれるから。私はまだ頑張れる。うん、そうじゃない。頑張らないといけない。こうやってるのが、記憶を取り戻すのが、今の私にすごく大切なことで、これから先に必要だってわかるから。だから私、もっと頑張ってみる。それに、これまでもこれからも、思い出すのは辛い記憶だけじゃないと思うから。というわけで、今回もいろいろなものの作り方を思い出したよ。メモしておくから、必要になったらいつでも言ってね。あなたと一緒に夢世界に行けるの、いつも楽しみにしているんだよ。次もいろんな記憶が蘇るといいな。また一緒に行こうね。